夏目の像が倒れてる。あれ伝って上に行けそうだぞ。よし、願いも実体化しているようだな。気合い入れてけよ。ずいぶん遅かったな、怪盗だ。いや、悪しき勇者たちよ。ようやく会えたな、魔王さんよ。あんたがみんなから奪った願い、返してもらうから。愚かにすぎるな。己の置かれた状況さえわからないとは。奴のいでたち、間違いなくプリンスオブナイトメアの魔王だな。いかにも魔王って感じだね。四天王の人たちは普通の服だったのに。てか今思うとあいつらの扱い雑すぎだな。貴様らはわざわざ我の罠に足を踏み入れたのだ。ここは我の、我による我のための世界。難罪の魔王が偽善の勇者に鉄槌を下すために作られた空間。この場所において貴様らはハムシ以下の存在に過ぎん。自らの悪行を懺悔しながら汚い悲鳴を上げて死ぬがいい。願いを奪って好き勝手してたことを棚にあげてよく言うわね。お前が魔王だってんならよ、勇者の俺らにやられんのが筋だろ。ふん、貴様らはその偽善を振りかざし、どれだけの魔族の命を奪ってきた。わあ、完璧に主人公の魔王様になりきってるなこいつ。ごたくはいい、さっさとかかってこい。どれだけ虚勢を張ろうと貴様は恐れている。その偽りの玉座を奪われるのをな。なんだと？そのハリボテで作られた幻想、俺たちが打ち破ってやる。どいつもこいつも俺をコケにしやがって。いいぜ、そこまで言うなら見せてやろう。俺の真の力、思い知れ！攻めるなら今だ。
相手と勇者たちの、あくまで我の邪魔をするというのか。何言ってんだ。さすがジョーカー、神様だ。これで終わらせ伝説の魔王の物語を我の執筆を妨げる。なんだと。俺も見習おうとしよう。なんか力が抜けた。うわっ、強化が解除されちゃったぞ。ベニス食らえ。さすがジョーカー、華麗だな。その言葉、そっくりそのままお前に返そう。せや、前に才能がないというのか。他者の言葉を横取りしたまがい者のどこに才能を見出せ。今のお前は己の魂も誇りも投げ捨てた三流以下の作家だ。クソクソクソ、俺様も同じだ。否定したあの編集者どもさ、おごり高ぶったその愚かさ思い知らせてやる。電撃が効かない相手だ。邪魔が強い。注意しろ。邪魔だ。うわぁ、その体すらメッキだから。どなたも曲がるのに文字通り崖の皮が剥がれたのね。このまま決めるわよ。暗いな。敵疲れてるぞ。一気に畳みかけろ。行くぜ。よっしゃ、ぶちかます。いい感じだったのに。あいつの強化が解除されたぞ。攻めるなら今だ。わかなか、この我が魔王が敗れるというのか。どうだ、新技だぜ。お、ほら新技だよ。終わりだぜ魔王さんよ。お前に世界の半分を。魔王の衣が、魔法の鎧が。いるな、いるな。あれが本体なのみたいだな。結局あいつ自身も全部ハリボテだったってことだ。これまでだ、夏目暗号。何の苦労も知らないクソガキどもが。まだだ、俺にはまだ作家としての名声がある。大賞を取って本だって売れた俺が、まだ。お前はそれで満足か。人を欺き洗脳までして手にした栄光は本当にお前が望んだものだったのか。本当のお前は何のために、何を欲して小説を書き始めた。俺は、俺、クソが、俺だってな、俺だって
本心で読んで書いて死ぬ気で書き続けた。なのに俺がそうやって必死に書き上げた小説は夏目漱子の孫が書いた小説に過ぎなかった。誰も認めてはくれなかった。俺の努力を、俺の作品を、俺自身を、どいつもこいつも上辺に踊らされるクズばかり。認めろよ夏目暗号の努力を。認めろよ。認めてやる。お前が必死に小説を書いてきたことを俺が認めてやる。創作というものはどんな分野であれ孤独だ。お前はその孤独と戦い続けていた。歯を食いしばり、己の魂を込めた作品を何度も何度も出版社に送った。その努力を、その精神を俺が認めてやる。いかに技術や発想が優れていても戦いを放棄し去る者は多い。諦めず何度でも作品を生み出せる。それはどんなものより優れた才能だ。かつてお前は確かに戦い続けていた。それだけは仮初めの経歴じゃない。だからまた一から這い上がってこい、夏目暗号。まっさらなキャンバスにこそ描ける絵もあるはずだ。俺もみんなが信じてくれたからこそ自分が進むべき道を選べた。己を偽ることをやめ、一からやり直すことができた。今度は俺がお前をこの世界にたった一人だとしても信じていてやる。クソ、空気が言いたい放題言いやがって。けどウソまみれの姿なんて、いらんねえ。俺は必ず這い上がってやる。自分の実力でもう一度、必ず祖父の小説のような多くの人の心をつかめるような作品を、みんなに誇れるような素晴らしい小説を必ず書いてみせる。ああ、一人の読者としてお前の作品を楽しみに待たせてもらおう。ほんとバカだな俺は。どうしてずっと忘れてたんだろう。俺が本当に欲しかったものは、鳥かごが崩れる。さあ、脱出するぞ。とりあえず終わったな。ミッションコンプリート。取り返した願い、みんなのところに帰ったかな。多分な。ちゃんと鳥かごの外に飛んでったし。念のため町の人たちの様子を確認しておきましょうか。ああ、だがやはり今回もジェイルは崩れなかった。ジェイルはパレスと違う。これはもう間違いなさそうだな。ま、それはまた後で考えようぜ。あ、行こう、みんな。なあ、さっきから何かざわざわする。これは一体なんだ。
私にもわからない。夏目は必死で頑張ってたのに、途中で間違ったことを始めた。夏目はおかしなやつだ。私もそう思う。ユースケは夏目が間違ったのは一人だったからと言っていた。そのことを考えると胸のあたりがざわざわする。たくさんの人がおかしくされて、夏目は倒すべき敵だったのに、この感覚は何だ。悲しみ？これが？そうか、だからユウスケは夏目を助けたのか。夏目があんなことをした理由がとても悲しかったから。なんとなくわかった。悲しみは人を苦しめるが、救いもする。人間と人間が支え合うきっかけをくれるんだな。任せろ。さあ、私たちも行こう。でもうすぐ七夕祭りじゃん。なのに彼氏予定入っちゃってさ。そういえば貸してた漫画読み終わった？次借りたいって子がいてさ。多分だけどいい感じなんじゃない？ああ、誰一人夏目の話をしてないな。これでいい。偽りの力で手に入れた栄光なの、あいつにはふさわしくない。これもユウスケが彼の目を覚まさせてあげたおかげね。なかなか活かしてたぞ、お稲荷。うん、勇者お稲荷がこの地に平和をもたらしたのだ。ありがとう、みんな。だが安心はできん。まだ本人を確認したわけじゃない。今はとにかく動向を見守るしかなさそうだな。はあ、じゃあ一段落したってことでお風呂にでも行かない？もうクタクタで。そうだね、少しリフレッシュしてから車に戻ろうか。ってことでソフィア先生お願いします。 OK、 一番いい風呂屋を探す。皆様、本日は会見にお集まりいただきありがとうございます。こうした場をご用意しましたのは、皆様にご報告と謝罪をさせていただくためです。まず切削プリンスオブナイトメアが受賞した爽快者大賞につきまして、賞を返上させていただこうと考えております。またこれまで発行した書籍も全て回収、返金措置を取らせていただきます。理由といたしましては、プリンス・オブ・ナイトメアの受賞は私が夏目漱吾の孫であることのみを理由に決定された、いわゆる八百長だったためです。同作品の内容も数ある人気作品から内容を表説盗用したものに相違ありません。加えて病気の女性のためなどと嘘のエピソードで皆様の同情心を煽り、私はその話題性だけで不当な売り上げを手に入れておりました。この件を皆様に謝罪するとともに、返金と活動の自粛をさせていただきます。この度は大変なご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。ちょっと先生、何を勝手なことをおっしゃってるんです。おい、この会見は中止だ。解散解散。下がっていてください。これは僕なりのけじめなんだ。なあ、おかしくないか。この会見
まさか夏目先生の独断で。編集部が夏目先生の経歴や心情を利用して人儲けしようとしたんじゃ。はっ、おい、なんだ君たちは。俺は許さないぞ。君はパーティーの時の、あの時は本当にすまなかった。逃げることは許さないぞ、夏目暗号。帰ってくるんだろうな。分断に戻った時には他でもない夏目暗号の小説を読めるんだろうな。次はみんなに誇れるような小説を読ませてくれるんだろう。ありがとう、ありがとうございます。なんだあの子たち。私はこの件を反省した後、いつか必ず戻ってまいります。たった一人でも私の物語を読んでくれる人がいる限り、僕はずっと小説を書き続けたい。かつて僕が祖父の小説によって救われたように、誰かの心を救えるような、そんな作品を。会見に乱入とは恐れ入ったぜ。無茶してくれやがる。すまない、どうしても声をかけておきたかった。ま、いいけどよ。じゃあ俺は行くぜ。夏目暗号の事情聴取をしなきゃならん。そっか、謝罪して終わりじゃないんだもんね。善吉が仕事してる。なんか本当の警察っぽい。ぽいじゃなくて警察だ。すぐ済むから先に車に戻って待ってろ。んじゃ俺らは引き上げっか。そうね、あとは任せましょう。少しいいか。実は夏目暗号について気になることがあってな。確かに奴は悪事を働いた、その事実に間違いはない。しかしまだらめのようなパレスの主ほどの悪人だったのだろうか。あの編集者たちの言葉など無視していれば道を誤ることもなかったんじゃないのか。それとも同じ表現者として俺が同情しているだけなのか。どう思う？お前もそう思うか。だとすればジェイルとは何なのか。いや、ここで悩むことではないか。引き止めて悪かった。さあ俺たちも車に戻るとしよう。と、ここまでが夏目の自供内容だ。絵まで友達になったら相手が信者になってくれたか。アリスが言ってたことと同じだね。夏目のスマホもアリスのと同じだな。エマも本体も特に異常なしだ。また収穫なしかよ。収穫なしとは言ってない。例によって誰かが覗いてた痕跡はあったぞ。マジか。アリスのスマホを誰かが監視してたってやつだよね。夏目にも仕込まれてたのか。で、相手はわかるか。すまん、わからん。痕跡があるだけだ。アリスも夏目も何者かに監視されていたか。なあ善吉、警察はそれ知ってたか。いや、
監視者の存在自体、アリスのスマホからサクラが見つけ出してくれたことだしな。エマを使っていること以外でアリスと夏目の共通点はこの監視者だけだ。それを知らなかった警察がどうして一連の事件が同一犯だと思ったんだ。まあ今回はいろいろと特殊だったが、主に犯行内容と時期だな。時期？どの改心事件も似たような時期、ここ3ヶ月の間に起こってる。言わなかったか？3ヶ月前っていうとエマがリリースされた頃だな。まあエマが犯行に使われてんだからそうなるわな。ありえるけど第三者がやるのは相当ハードル高いぞ。やっぱ作った会社が怪しすぎんだろ。確かマンボウだっけ。マディスな、マしか会ってないぞ。一応そっちのこともあれこれと調べちゃいる。だが相手は世界的大企業だ。理由もなく踏み込むわけにもいかなくてな。何も怪しい点は見つかってないんですか。ああ、今のところ関係者を探ってみても怪しい情報は出てこない。その監視者ってのがマディスの関係者なら立派な証拠として踏み込めるんだがな。お前らはこの事件、黒幕がいると思ってんのか。それはまだわからん。共通点もあるが別々の事件かもしれないしな。他の事件も調べて共通点を見つけていくしかねえだろうな。捜査の基本だ。共通点とそうでないものを増やして絞り込む。今は事件を一つ一つ追っていくのが一番の近道だろうぜ。確かに今は俺たちにできることをしていくしかなさそうだな。他のジェイルやキングを調べていけば新しいこともわかるかもしれないしね。んじゃあ俺は先に札幌へ向かって本来のターゲットの周辺を洗っておく。8月8日に札幌で待ち合わせるぞ。当日また連絡する。3日後、車なら余裕でつけるわね。別に急ぐ必要はねえ。それまでターゲットは日本にいないからな。そういや七夕祭りが近くなかったか。仙台の七夕祭りといえば有名だぞ。うまいもんが揃い踏みってな。確かにあちらこちらに見事な飾り付けがされていたな。とにかく3日後だ。忘れんなよ。休めということでしょうね。おっさん、意外といいとこあんじゃん。じゃあせっかくだし浴衣着て七夕祭りに行かない。浴衣といえば去年の花火大会の日は雨に降られて散々だったわね。だから浴衣リベンジ。それにあの時はまだ双葉も春もいなかったし。賛成。浴衣でお祭りなんて素敵。じゃあ決まりな。ソフィア、浴衣売ってる店頼む。4件8件、案内は任せとけ。すっげー、屋台だらけじゃん。さすがは仙台の七夕祭り、にぎわっているな。地元では七夕さんというらしい。伊達政宗の時代に始まった祭りとある。あの銅像のおっさんか。おっさんと呼ぶな。奥州の湯、独眼竜、伊達政宗公だ。どんだけ気に入ってんだ家来かよ。これはどの屋台から行くべきか迷うな。どうする。いいな、屋台の焼きそばってなぜかうめえんだよな。食い物はまだ待ってくれ。我が輩アンドノと屋台巡りしたいんだ。てかあいつらまだかよ。レディーは支度に時間がかかるのさ。むさ苦しいお前らと違ってな。お前が一番だろ。
毛の塊だし。ハツキむしるぞこら。お待たせ。おお、アンドロ似合ってるぜ。ありがとう、モルガナ。ごめんね、待たせて。帯結ぶのに時間かかっちゃって。うん、夏の風物詩だもんね。お祭りの雰囲気にもぴったり。やはり絵になるな。むさ苦しい空気が一気に涼やかになった。どうせ俺らはむさ苦しいっすよ。てかリュウジ似合ってんじゃん。制服よりいいかも。大きなお世話だっての。でもそのお面のチョイスはセンスあるぞ。イエローは夏によく似合う。私も水風船買ってきた。やっぱ祭りはこれがないとな。水風船？ああ、ヨーヨーな。いや、水ヨーヨーではないんだ。ちょっと待ってよ、ヨーヨー風船でしょ？いや、水風船。お前はどう呼んでるんだ？だよな、だよな。ちゃんと少しだが水入ってるしな。みんな楽しんでるわね。私たちも負けてられないわ。屋台で何か食べましょうか。うん、いい匂いでお腹空いちゃった。見ろ、焼きそば、焼き鳥、かき氷の定番から東北名物こんにゃく串まで何でもござれだ。よし、じゃあ突撃。我が輩たちも行こうぜ。すっかり腹が減っちまった。だな、片っ端から食い尽くす。もはや七夕は関係ない気もするが、異論はない。私も祭りに興味がある。金魚すくいとか見せてくれ。こんにゃく串、石の巻焼きそば、ずんだサイダー、ご当地もの食べ尽くしたな。しかも全部めちゃうめえし、政宗のおっさんに感謝だわ。こうをつけろと思うユウスケであった。エスパーか。しかし金魚すくいは難しそうだな。あれはどうやったらうまくいくんだ。心を静めて、ためらわず一気に。動きをよく見て仕留めるのがポイントよ。さすがまこちゃん、すごい。なるほど、次は成功させるぞ。善吉から電話だぞ。よう、楽しんでるか。そうか、そりゃ何よりだ。ところでお前らに頼みがある。俺はもう札幌で捜査を進めてるんだが、仙台を立つ前に東邦大学に寄ってくれ。明日大学の青葉山キャンパスである講演が催されるらしくてな。例のマリスの社長が講演に来るらしい。マリスの件はまだ調査中だが、情報は大いに越したことはない。俺の代わりに聞いておいてくれ。話が早くて助かる。言っとくが、下手に目立つことはするなよ。社長が変なこと言ってないかだけ確かめりゃいい。名前は近衛明。今時のやり手社長って感じの男だ。とにかくよろしくな。何度も言うが、勝手に突っ走んなよ。で、要件は何だったんだ？よくわかんねえけど、エマ作ったとこの社長かよ。何か新しい情報が得られるかもしれないわね。うん、とにかく明日の朝、その公園とやらに行ってみるとしよう。これにて休暇は終了だな。お仕事モードに切り替えだ。
皆さんも知っている通り、人生とは日々選択の繰り返しです。今日の朝食は、どの服を着て家を出よう、そんなほんの些細な選択に始まり、研究分野、就職先、結婚相手、人生に大きな影響をもたらすような選択。そう、人は常に選択の答えを、最適解を求めて生きています。マディスはそんな皆さんを AI という切り口から手助けしたいのです。エマは人々の生活と社会に寄り添う新しい AI の形をご提案します。正確により多くの情報を収集処理し、皆さんの選択の一助となるような。いかにもやり手の社長って感じだな。すごいね、堂々としていて自信に満ち溢れてる感じで、会社の方針や展望もきちんと示して聞く人を引きつけてる。確かにそうね。特に怪しいことは言ってないみたいだけど。エマのおかげでマディス社の株はうなぎ登り、今じゃ間違いなく日本有数の大企業だ。そんな会社が会心事件なんか起こしても何の得もないと思うけどな。だがエマがジェイルに関係しているのは確かだ。何しろ入り口だからな。直接的にせよ間接的にせよ、マディスが無関係とは思えないわね。なあ、この一連の事件の真犯人、つまり黒幕が別にいると思うか？我が輩もいると思う。キングを改心させても願いを解放しても、あのジェイルって異世界は消えることがない。きっとまだ何かが残っていて、それがあの空間を維持させているんだ。それが黒幕ということ？わからない。ただ肝心のキングがエマのことをよく知らなかっただろう。確かに、アリスも夏目も供述内容は同じだった。だとすればキング以外にエマを利用している奴がいるのかもしれない。それがマディス社の誰かなのか、謎の監視者なのか、他ならぬ社長のこいつか、それ以外の何者か。結局おっさんの話に戻るんじゃねえか。いろいろと事件を解決して情報を増やしていくしかねえってさ。俺ら心の回答団がすることは変わらねえよ。龍二、珍しくいいこと言うじゃん。そうね、その意味ではこの講演も貴重だわ。最後までちゃんと聞いておきましょう。よく寝たわ。で、社長は何だって？芝居ていい？とりあえず怪しいような話はなかったわね。まあ簡単に出すはずもないけど。つうか腹減ったし帰らねえ。あの社長話長えんだよ。ねえ君たち、さっきの話本当なのかい？え、君たちが心の回答団だったの？あなたは牛タン屋の？確か一ノ瀬さん。聞かれてた？いやー、猫の声には敏感でね。もう公園の話よりそっちが気になっちゃって。モーラー、わが輩。いやー、でも実際に聞かれたのはお前らの声だろ。どうすんだよこれ。ああ、ストップストップ、大丈夫だから。とにかくここはもうすぐ閉まる。詳しい話は外でしようよ。それにしても噂の心の回答団が君たちだったなんてね。
たまたとぼけないでよ。アリスと夏目って柊アリスと先日記者会見してた夏目暗号だよね。君たちが何かしたってことでいいのかな。あとエマがジェイルの入り口ってどういうこと。会心事件と関係あるの。全部聞かれてんじゃん。その一ノ瀬さんこそどうしてあそこに。おお、牛タン屋で言ったでしょ。あの大学で研究員をしてるって。ああ確かに。それにあのエマのベースを作ったのはこの私だからね。ベースを作っただと。言ってなかったっけ。私の専門は AI だ。聞いてなかったけど。エマを開発してた頃マディス社から買いたいって話があってね。お金にも困ってたし売っちゃったんだ。売っちゃったって。ちなみにそういうつながりがあったからうちの大学で講演もお願いできたんだよ。まあ大学に頼まれてなんだけどね。まさか社長が直々に来るとは思わなかったよ。そしたら私まで講演に招待されちゃってさ。仕方ないからあそこで聞いてたってわけ。ではエマを作ったのは一ノ瀬さんでマディスは運営をしているだけなのか。あー、運営してるのは間違いないけど運営だけかどうかはわからないな。私が作ったのはベースだし売った後にマディスが手を加えてないとは限らないし。でもエマには詳しいですよね。そりゃそうさ、自分の子供みたいなものだからね。手前味噌だけどあの子はいい子だよ。こいつは予想もしない展開だな。ベースを作ったって話本当かな。けどマディス社の社長さんが直接公園に来るなんてすごいと思うよ。あの人の依頼でそうなったのならそれだけ認められてる人ってことじゃないかな。確かに招待までされてたしな。どうする。エマについてなら願ってもない情報源だぞ。それにもう私たちの正体バレちゃってるみたいだよね。どうするよ。無理に隠そうとしたところで手遅れか。ならばいっそ引き入れて情報を聞き出すか。こけずにいらずんば故事を得ずだ。決まりね。本当のことを説明しましょう。その話本当なのかい。いやまあ信じられねえだろうけどよ。なあ前吉の時みたいに異世界に連れて行けば。すごい、やはりそういう世界は存在してたんだ。いやそうでないと確かに説明できない。まさかエマがその入り口として機能してるなんて。いや可能性を考えれば。あれ納得してる。いやめちゃくちゃ興味あるよ。なんだいその超展開。まあ信じてもらう手間がなくていいか。一ノ瀬さんはなぜエマが入り口になっているのか心当たりありませんか。いやいやそんなの知らないよ。異世界があるのだって驚きなのにそんな機能思いつきもしない。だよな。だとするとあの機能は誰かが後付けしたのか。願いを奪って人を改心させてしまう世界か。興味が尽きない。なあいやいやここは悲観すべきか。我が子が悪用されてるんだし。おおいいね、怪盗っぽいじゃないか。私としてもぜひ手伝わせてほしい。全く無関係な話でもなさそうだし、何よりこのまま放置じゃ好奇心で死にそうだ。で私は何をすればいい。
何を調べさせてくれるのかな。そうね、今一般に出回っているエマのことを調べてください。一ノ瀬さんが作ったものと何か違うのか。なるほど、要は今のエマの秘密だね。誰かが手を加えたならその正体も知りたいと。ああ、それと確かあっちで手に入れた謎のジャンク品があったよな。中身の解析とか頼めたらあの世界の正体がわかるかも。おお、なんかいろいろ渡してもらえるのかな。いいね、いいよ、もちろんだと思う。資料として買い取らせてもらうよ。取引なら私たちからも何か出さないとね。いや、今の内容で十分だよ。グイグイと研究意欲が湧いてくる。じゃあこれで取引は成立でいいのかな。オッケー、私も楽しみだ。お、そうだ、 AI の専門家ならソフィアのことも聞いてみちゃどうだ。ね、ソフィア？よ、私は人の良き友人ソフィアだ。よろしくな、一ノ瀬。これがソフィア。へえ、よろしく。反応薄。ああ、いやいや、ちょっと今までの情報量が多すぎてさすがの私も混乱してきた。異世界で出会った AI の子なんです。何かご存知ないですか。いや、私もわからないけど、後でコードでも送っておいてくれる？おお、わかった。これ、私の連絡先を教えとくから。それじゃあ、これからの展開を楽しみにしているよ。じゃあね。なんか急に帰っちまったな。ソフィアのこと何かわかるとよかったのにな。私なら大丈夫だ、みんなの役に立てればいい。今は仕方ねえか。つか突撃されて忘れてたけどよ、次札幌だろ。ああ、我が輩たちも出発しよう。北海道で全吉が待ってるぜ。おう、待ってろよ北海道。